こんにちはフフィィです米中対立の激化によって中国経済が急激に落ち込む中であろうことか中国政府が昨年から大手 IT 企業に対する規制の強化を進める中でこれが中国経済に大ダメージを与えているんです。 しかもこれが最近になって中国人民への引き締めや思想の統制というところまで広がっているのでこれによって消費が落ち込みさらに中国企業を苦しめ中国経済に悪い影響を与えてしまうわけですまず8月20日中国政府がアメリカ市場に上場する中国の大手 IT 企業に大規模な 規制をししようとしたことから中国株が大きく下落しましまたこの時、この1週間だけでアメリカに上場する中国の大手10社の時価総額は約16兆円も下落したんですね。中でも最も大きなダメージを受けたのがアメリカ市場に上場する中国最大の企業アリババの株価なんです。 この時一気に15%も下落したんですねえ。つまり中国政府による中国企業への規制の動きが海外投資家にとって中国リスクであると判断されているということなんですね。でも中国政府のこうした動きは中国経済を悪くするだけなのになぜ 自分で自分の首を絞めるようなことをするのかと思いますよね。えそれは政治的な理由が大きいんです。え中国共産党は今体制強化を図っているんですね。で、表向きの理由としては中国企業や中国人民による経済活動が中国国内の体制の乱れの原因だとしている。 というかでも本当の理由はアメリカによって経済が追い込まれていることが中国経済を悪くしていてでそのため習近平体制が崩壊しないために中国企業と中国人民に対して、まあ、突然厳しい引き締めを行ったということなんですね、まあ、それだけ中国経済は今急激に悪化しているんです でこんな時に余計なことにお金と労力を使うなということで中国人民の娯楽を制限したりまた学校では新たに教科書を配って習近平思想をすり込む洗脳教育も導入しました。 そして中国の大手 IT 企業に様々な規制をかけてまたその他 IT 企業だけではなく塾などの教育機関の企業も厳しく取り締まり始めましたこうした流れから冒頭でお話ししたように中国企業の株とそれに関連する企業の株が次々に売られてしまっているわけです中国政府はもうこの先も 中国企業への規制を続けていくと見られますので、今後さらに中国経済は悪くなっていくことは間違いないでしょう。しかも逆に中国企業が自国の IT 企業に規制をかければかけるほどアメリカの IT 企業の株は上がっていくわけです。中国リスクを避けたい海外投資家が中国株からアメリカの IT 企業の株に移っていきますから、 も,もはやこれは中国は経済ではアメリカに負けることは見えているけれど、それでも習近平体制だけは存続させようと必死で中国国内を引き締めているようにしか見えないんですよね。 中国はこれまで40年にわたる改革開放路線を取ってきて、先進国の市場に近づくぐらい経済発展を進めてきたのに、ここに来てそれを自らぶっ壊してしまって、昔の中国に逆戻りをしようとしているんですから、もったいないですよね。 8月17日には中国政府が人民が共に豊かになることを実現しようと共同富裕というスローガンを掲げました。これは富の分配をするという社会主義の基本に立ち返るという動きなんですね。これによって民間企業や富裕層は政府への寄付が強制されます。 それには従わないとトップが拘束されたり会社が目の敵にされてやれ法律に違反していると言いがかりをつけられて膨大な罰金をむしり取られてしまいますだから中国企業はこれに従って中国政府に資金を提供しているんですね 日本校メディアによると過去1年でアリババやテンセントバイトダンスなど中国の6大 IT 企業が中国政府に支払った寄付金は全部で2兆8000億円にもなったそうです。あと中国企業の間では今こうした中国共産党が掲げる共同富裕に賛同しますよというアピールする動きもあるんですね。 会社の入り口に共同富裕というモニュメントを置いたりとか、あと多くの企業が上場先の香港や上海、深圳の証券取引所に資料を提出。これ株主向けのその資料の中で共同富裕について触れているそうです。ただ、この中国政府が今行っている規制というのは、中国の全ての企業が対象ではないんです。 中国政府は中国国有企業に対しては政府の統制が行き届いているとして対象にはしていないんですね。あとはずるいですよね。あの国有企業の中には共産党員が多くいるので彼らの富を守るために規制の対象から国有企業を除外しているとも言われています。 まあこれのどこがみんなで豊かに富の分配というのでしょうかこれまで中国の成長を支えてきた民間企業に対して規制を強化して彼らが儲けを取れないような仕組みに変えていくこれでは中国の経済は衰退していくでしょう 中国政府は民間企業を国有企業と統合しようなんてことも進めているそうですが、まあ、規模は大きいと言っても中国の国有企業は生産性も収益も大して大きくないところが多いですから、まあ、こんなことを推し進めれば確実に中国経済の成長率は下がる一方でしょう。 中国経済は改革開放したことで、まあ、社会主義の中でも自由経済をうまくやってきたことで成長してきたのにこれを放棄してしまうんですねというか元はといえばせっかく成長してきていたのに中国が西側諸国とうまく協調して進んでいなかったことが大きな原因なんです そのことでアメリカとの貿易摩擦が起きて、まあ、こうして米中対立が激化して、経済的にも、そして軍事的にも中国がアメリカによって追い込まれていっているんですね。利益を生む中国企業の経済活動を厳しく規制して、習近平政権の共産党体制を強化していくことは、中国経済を自ら崩壊へ導いているようなものなんです。 実際今中国ではもうすでに債務問題が深刻化もしていますこれすごいんですよね2021年の1月から6月の半年でデフォルトした社債の総額は約2兆円にも達しました特に中国の不動産開発大手のチャイナ・エバー・グランデグループは債務リスクが高まって 過去1年間で株が75%も下落したんです。まあ、こうした状況にある大手企業が今、中国にはいくつもあるということなんですね。 つまり中国経済があまりにも悪いので中国政府が中国企業に対して富を分配するよう強制することで中国の企業の経営状況はさらに悪くなってそして中国経済はもっと落ち込んでいくというまさに負のループに中国は今あるわけです。 まあこれだけ急激に中国は落ちていくのもきっとこれまでだって粉飾だったり誤魔化したり隠したりしていてその実態が見えていなかっただけなんですよねだから中国はこのまま予想する以上に速いスピードで落ちていくのではないでしょうかさてここまでお話ししてきましたが皆さんはどう感じになりましたか コメント欄にどんどんご意見をお寄せください。そして、フィフィチャンネルの登録もお願いします。